あれから1年後、荒川沿いに立つ風林火山アジトでは新車お披露目会。いや、やっとできたよ、俺の FD。 ついにできましたね、青さん。え、新しい FD。 なんでも57秒、筑波で57秒狙ってる、スーパーマシンだって聞きましたけど、青さん、どうなんでしょう。まあちょっと暑いけどね、なんとか頑張って。山地乗ってくれるんですか。いや、まあ僕が乗ればね、まあ、出るんじゃないかと思いますけどね。今、海女さんが一番盛り上がっているのはビデオオプション連載のつくばスーパーラップ。あとこんまに雨宮 GT7 のドライバーを務める松本選手を使って、やっとこさライバルのマインズ 34GTR のタイムを破ることに成功。その時の58秒6の走りがこれです。ところが、ぬか喜びもつかの間、1ヶ月もしない間にマインズに記録をまた抜かれ、負けず嫌いの海女さんは当然新車のセブンを作ったという運びです。色もちょっともうだんだん定番となりつつありますけど、これ一応グリーンですよ、グリーン。グリーン、本当ですか。グリーンマジですか。あ、グリーンが入ってるんですか、これ。そうそう、白にグリーン。これ夜になると光ったりするやつと違うんですか、これ色。それは違うけどね。あ、テールランプなんかもちょっと随分変わりまして、これ、これ海女さん何用なんですか。いや、これは軽量で、軽量。あ、バイクのね。バイク、ええ、あーーこれはユノスローサーのサイドマーカーランプ。あ、そうですか。かなり抜けも良くなってるし、ちょっとさすがタイム狙いにいってるなっていうのはこうちょっとエアロにもかなり出てますね。まあこんないからね。そうですね。ずいぶん斬新な止め方ですよ、これ。これタモがちょっと失敗したんだよね。あ、そうなんですか。なんですかこれ、アブさん。これはフェラーリのね。あ、これ高いんですか、これ。これまあ5000円ぐらい。あ、そうなんですか。こういうところがね、はあ、これいいっすね、海女さん。ミラー、これ新製品のミラーだから ね新しいミラーね。あー、これいいっすね。あと、これもいいですね、このダクト。これ何のために開いてるんですか、小穴。これやっぱ冷たい風入れるようになってますからね。あ、これをね、あ、タービンに、新しい。海女さん、これ海女さん、これはまた、これなんかカーボンですか、これ。いや、これカーボンルックだね。これやっぱ合成出ます、海女さん、こういうのつけると。バッチリでしょう。あ、そうですか。まあこのインタグラがね、トラスの新しい、軽くて、はい、冷えるインタグラ使ってるんですよね。ニュータイプ。もうこれデリバリーされてるもんですか。そうそう、してます。あ、そうですか。ミッションは、はい、山路がうちの車前 GTA、はい、乗ったね、ヒューランドの新車の6速6速ちょっと古いけどね。あの時もちょっとでもセッティング苦しみましたね、あの頃ね。でももう今は完璧に。そうだね、セットアップして、これ結構武器になるんじゃないですか。そうだね、そうですね。この雰囲気から言ったらね、ちょっとFD の、レーシングカー作った頃の雰囲気がそのまんまって感じで、僕ちょっと最近セブンの GT が乗ってないですけど、ちょっとなんか昔思い出すような懐かしいコックピットの仕上がりで、まあこの車のね、この一番やっぱり変わってるところ、こういったところのね、ボディ補強ですね。まあブルーのセブンから比べると、こういったボディ補強の方がもうよりレーシングカーというよりもレーシングカーそのものに近いぐらい、ボディの剛性を出してるみたいです。まあ、ここまでやっぱりやらないと出ないんでしょうかね、57秒。もう今日気づけてないの、この山に。違うの、俺ですか。いや、まあね、まあラーマンが乗ったらもっとボロボロになりますから、すぐ。ベースモデルは平成10年型タイプ R、 アメミヤ新型エアロに GT レースに使った可変ウィングを装着。トラストタービン TD0725G は450馬力程度に下級。ブレーキはブレンボモノコックをエアーダクトで強制冷却。そして何よりも効果を発揮するのが、ボディを乗せる足回りのメンバーフレームの極度なまでの補強。これらを受け止めるフロント15キロ、リア16キロのノバスプリングとクアンタムダンパー。そしてついにシェイクダウンの時が来た。セッティングドライバーはもちろん竹槍くん。
レースのような真剣な竹有くんの表情にメカニックたちは迅速に作業をこなす。まるで竹有マフラーを取り付ける時の先輩と後輩のような光景だ。もうね、すごいシーケンシャルがね、やっぱすごい。筑波って意外とタイトだから、なかなかねこうエンジンのパワーとかエンジン特性出しにくいんだけど、すごいやっぱシーケンシャルがものすごい、ギアのセットもバッチリいいし、これはマジマジで出るかもしんない。57秒ピットインの度に確実にタイムが上がる。だがブレーキセッティングが決まらず、今回はスーパー G7 とほぼ同タイム止まり。しかしシェイクダウンでのこのタイムはマシンの素質がかなり高いところにあることを証明する。今日の車の出来は正直言って、結構やっぱ驚いてます。あのね、シャーシーのまず剛性が抜群に高いし、でコーナリングスピードももちろん高いし、その、ね、やっぱりアムさん家がやっぱり今までそのある程度こう中2回リードロータリーでねリードしてきてるっていう、そのもうエンジンのノウハウがまずもう抜群にいいですね。それがまた今回のこのシーケンシャルでもう本当に全て発揮されてるような感じで、僕はあの結構そのレースとかいろいろやってて、レーシングカーとか乗ったりいろいろやってますけど、それ比較してみてもそのやっぱり速くていい車を作るっていう魂がやっぱり乗った瞬間から伝わってきて、そのボディとかねエンジンとかサスペンションもう全て、まあ唯一ちょっとだそのポジションに関してはね、ちょっとあのみんなが乗るからしょうがないみんなが乗るからしょうがないそれはね、ヤバいだけじゃないんだから、そうですね、他の人も乗るんだから、そうですね、自分の好みにしちゃまずいよ。果たして本番筑波スーパーラップでは一体何秒出ることでしょう。続きはビデオオプションをお楽しみに。